はい、どうも皆さんこんにちは。新田です。新田のダンススクールでやってまいりました。いやということですね、さあ今回ですね、ケプラーから和田だ、こちらが3000万回の再生を突破したというところで、そちらの記念のコレオグラフィービデオが出てまいりましたので見ていきたいと思います。収録ボタンはバイということでね、今回はフルスーツで踊っていただくというところでございますんでね、もうなんかキャリアウォーメンみたいな感じになるんですかね。行ってみましょう。レッツラーゴッツ。わお、ネクトワイ、あらら、ほっ、レッツスタート、どちゃかまフェイス、5、4、3、2、1、クー、んーま、わあ、シャネルの方だったんですね。ほう、わあ、素敵です、友人ちゃん。あら、よんちょ、ジレが、わちゃちゃちゃ、グングンブーン、スーパーソニック、わだだ、うぉー、ユーソちゃん、ちょっと暗い、はいはいはい、あら、あひーちゃんいいじゃないですか、はい、イエイイエーイ、いきます、ワン、あらま、ウォーホッ、イエス、やば、シャウティちゃん、あらららら、あああははわちゃちゃちゃ、スーパーソニック、おめでとう、ユジンちゃんすごいわね、ちょっと、ミカちゃん、うお、わちゃちゃちゃ、じゃんけんしなかった、わお、ちょっとバージョン違うわね。どん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 、わちゃちゃちゃ、うぉー、わちゃちゃ、わちゃちゃ、イエーイ、すごいじゃん、すごいじゃん、なんかスーツがちょいグレーなんですかね、お色が、そこがまたかっこよくないですか。しかもネクタイ、まあそのちょっとなんですかね、こうカジュアルではないですよね、フォーマルな雰囲気を残しつつも、ただ首元にちょっとこう空きの部分が入るというか、ピチッと固めすぎてないっていう部分の、これやばくないですか、シャオティンちゃん。これなんだろうな、セリーヌとかっていうイメージがちょっとある。レッツスタート、すごい、ドチャカニプレイスがすごい、いやダヨンちゃん、んーまのシャウティンちゃん。で、まさかのもう、シャネルの女社長みたいな感じじゃないですか、ちょっと。マシロちゃん、ちょいちょいその仕草が、可愛い部分をかっこよくしてきてるっていうのがまた、オツですね。やば。秘書長。友人ちゃん、もうなんか
会計のことなら何でも任せて、数字は全部任せて、みたいな。あの、ここのブリッジがちょっと太めじゃないですか。なので、あの、男性っぽさが出るというか、そういうデザインですよね。こういうブリッジの方が濃くなってるのってね。ユジンちゃん、すごくないですか？なんか、いや、何着ても似合うのはもちろんそうなんですけど、でもちょっとこのネクタイユジンちゃんを見せていただけるとは？ピアスでこれハートになってんのかな？かわいいし。いや、なんかクールプリティが出てるというか、ちょっとユジンちゃん似合いすぎてやばい。ヨムちゃんのね、ちょっとこの姿はマイハウスを思い出しますけれども、これですよ。おお、そういうことか。あの時にやったあれをもう一回やってくれた的な。わちゃちゃちゃ。ここはあれなんですね。シルエットで見せるっていう、あえてだから影にしたんですね。確かにかっこいいわ。もうちゃちゃ、もうちゃちゃ、残業。いやー、イエソちゃん、残業。あー、わたたたー、この二人、ダヨンちゃん、ユジンちゃん、いやー、なんだろうな、チェヨンちゃん似合うわね。かっこいいんだけど、ちゃんと可愛いが前に出てるというか。チェンキー慎重に、おぉ、はぁ、このジレスタイルの方たちやばいっすね。エソちゃんもですよね、ジレスタイル。いやー、ちょっとメガネよ、これはやばいでしょ。ヨウンちゃん、ちょっと待って、こんなジレの使い方ことしたことあります？イエーす。やっぱあれですね、あの、何でしたっけ、 CSI アメリカの連続テレビドラマの、あの、捜査官の女性みたいな感じがすごくしてて、あの、雰囲気変わりますね、一気にね。ハリウッド感出るというか、さすがマヒエちゃんですね。あの、こういう刑事いるじゃないですか、新米刑事で、あの、なんか技術持ってるし、熱血だし、ベテラン刑事と組む美人刑事みたいな。ちょっとメガネがこうなってるところがまたいいですよね。可愛いというか。スーパーソニックになってた今、ヒカルちゃん。ユジンちゃん。女優さんですね。ほんとね。クンクンクン、みちんでし、わてた、わてた。ここ、じゃんけんしないんだ。かっこいい。ここ、ユジンちゃん、ハートにしてくれてるのがまたオツですね、これね。いやー、素晴らしいよ。マシロちゃんやばくないですか、なんか。スーパーソニック。わー、なんか、そうか、スーツってこうやって着こなすとかっこいいんだっていう風にちょっと勉強になると言いますか。なんかかっこいい、みんなかっこいい。ただちょっとね、マシロちゃんのこのシャネルにやられてるのと、シャオティンちゃんのメガネ、チェヒョンちゃんのこのメガネ、あとヨウンちゃんのこのジレスタイル、
にちょっとやられてるところはあるわ。高評価をしておきます。これはすごいわ。昨日ライブ配信の時にめちゃくちゃやばいですっていう話いただいてたんですけど、さてどんなもんかと思ったらとんでもないじゃないですか。ということでね、楽しませていただいたところでございます。皆さんの感想もぜひ下の方からお願いします。現場から、昨日 NCT のライブに行ってきたんですけども、結構女性の方たち、その待ってる間にわだだを踊ってる方も多かったです。うん、シズニーの方でね。だからこういろいろなファンダムの方たちにわだだがこう見てもらえてるんだろうなっていうのもなんとなく見えたところでございますのでね、いいことだなというふうに思ったところでございます。現場から以上です。ありがとうございました。よいしょ、つい。